にする。はい、今回は花田雄一さんという、花田雄一さんね、あの貴乃花の息子と、まあ花田浩二さんになってるんですけども、その花田浩二さん、まあ今貴乃花で花田浩二さんって名前に出てるわけですけども、彼がね、彼の息子花田浩一さんと今あのなんかいろいろ週刊誌とかいろいろネットで戦っている、メディアで戦っているので、それについて扱っていこうと思います。まあ、その前にチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。まあ、今回いろいろやってますけども、まあこれはね、まあもう、あれですよね、壮絶な戦いなんですよね。まあ僕の身内にもね、まあ家族同士でね、やっぱ仲良くできないという人がね、いるもんですからね。まあこういうことはよくあるのかなというふうに思うんですけども、まあ近いがゆえの憎悪ですよね。うん。簡単な話ですよ。まあ、普通ね、親子といえばね、まあ、仲がいいと、いうふうに思われる方も多いかもわからないですけれども、親子とかね、兄弟とかね。まあ、意外とそんなこともなくて、まあ、そういうふうに、近いがゆえに衝突してしまうということは、まあ、起こりうることですよね。まあ、近いがゆえにね、お互いの、悪い面ばっか見えてしまう。たりとか、まあ、なんか、まあ、そんな、最初はね、そんな感じはなかったんだけども、ある事件をきっかけに、そういう悪いところがよく強調されて見えてしまって、まあ、相手のことを悪く思ってしまうよね、と。あと、心の距離が開いてしまう、ということは、まあ、人間起こることじゃないでしょうかね。まあ、それは別に不思議なこともないし、まあ、会いたくないんだったら会わなきゃいいし、まあ、縁を切っても別に、いいと思うんですよね。だから、まあ、お互いに何も言わないことですよ。それさえできれば、まあ特に何も問題がないんでね。まあ、どっちが、まあ銃を向けてしまったらもうそれでもうね、こう勃発してしまいますんでね。特にこういうネタっていうのはね、週刊誌も喜びますよね。そりゃ美味しいネタですよ。こんなこんななんかドロドロとしたなんか本当にドラマになりそうなね、こういう、あれですよね、近い者同士の、こう愛憎劇っていうの、なんていうんですか、もう愛が憎しみに変わるみたいな、これほど、週刊誌向きのネタはないというふうに僕は思いますよね。ですからまあこのネタっていうのはかなりね、週刊誌からすればかなり美味しいネタなわけですね。もちろんね。うん、花田さん、花田浩二さんには、ぜひともね、花田浩二さんこの前、奥さん、元アナウンサーの奥さんと離婚されておりましたけども、まあ離婚されて、まあちょっと、その奥さんが再婚したというニュースもあったりしましたけども、やっぱ、まあ家庭環境はね、まあ、ギクシャクしてたのかなというふうに、まあ、思いますけどね。やっぱ離婚するに至るってね、やっぱよっぽどのことはないと離婚しないですからね。うん、だって、そうでしょう。まあ、離婚するのめんどくさいですから。それに至るだけの相応の何か問題があったのじゃないでしょうかね。まあ、同様にして息子も離婚されてるそうで、まあ、不倫があったのかなって、まあ、写真撮られて、まあ、あれどうなのかっていうのはわかんないですけど、やっぱりね、僕思うに、やっぱ悪いことしたらね、悪いことしたりいろいろあったらやっぱ説明しないといけないのかなっていうふうに思うんですよね。やっぱり有名人であれば、まあ、もちろん多分自分流に説明してるのかもしれませんけど、やっぱり記者の前とかね、こう記者会見開いて説明するのがやっぱり必要になってくるのかなっていうふうに思うんですよね。やっぱ記者会見あれば嫌でもテレビに出ますからね。まあマスコミも渦中の人であればね、すぐその世間にこうすぐね広まりますからね。その自分のコミュニティだけの説明書もはっきり言ってあんまり、まあ、炎を止めることができないんでね。だから、息子さん、花田浩一さんもね、ぜひともね、本当テレビの前に、まあ、本当出たくないかもしれませんけども、でも、ね、芸能人になったってことはそういうことなんですよね。靴職人、ただの靴職人であれば別にこんなことはなかったと思うんですけども、やっぱ芸能人になるっていうのは、やっぱそれだけね、こう目にさらされるという。どうなのかなっていうふうに思うんでね、やっぱそういうの説明しないとメディアにも悪く言われますし、一度きっぱり言ってしまえばね、こういうことなんで、そういうことはないんですよって反論したりとかできますから、まあまあもしね、もっとそのあれだし、もっと裁判やればいいと思うんですよね。まあお金あるならね、めんどくさいかもしれませんけども、弁護士雇って裁判やった方がいいのかなっていうふうに思うんですよ。やっぱそう嫌だったらね、メディア見ないでくださいとか言ってるぐらいだったら、まあ、裁判やった方がいいし、まあお父さんも、貴乃花も、まあ息子ですけど、まあ裁判して、
解決すれば楽に終わりますからね。何が事実で何が事実じゃないかで裁判すればいいと思うんですけどね。まあ、それが一番簡単だしね。簡単だと思いますけど、まあ、無理かな。というふうに思いますけど、まあ、まあ、何が事実で何が嘘かっていうのは、そういう裁判の場ですが、確認するのが一番ですからね。公平な目で見られますから。うん。だからまあ、裁判するのはいいと思いますけども、まあ、まあ本当に、まあね、嫌な者同士はね、会わない方がいいですよ。それは会わない方がいいに決まってますよ。そんな、無理に和解しようとしたら、めんどくさいじゃないですか。なんかもういろいろ面白い話も出てましたけどね。ハーレー・ダビッドソン、掃除機ごめんなさいね。ハーレー・ダビッドソンがね、勝手に息子に売られてしまうという、なんか、そういうのがあったらしいですけど。いやー、まあ、ハーレーの恨みは大きいかもしれませんよね。いや、ほんと、ハーレーの恨みはね、ハーレー持ってたのかと思いましたけど、まあなんかね、イタリアのマフィアみたいですよね、花田。貴乃花って、なんか痩せたらなんか、イタリアのマフィアみたいだな、というふうに思いましたけど、まあ息子さんもなんかやっぱ顔似てるな、と思いましたけどね。まあなんかいろいろ、もうほんとワイドショーのネタになりました、なってますけど、まあ本当に、まあ今までのやってきたことからして、まあ圧倒的貴乃花の方が信用されるのかなというふうに思うんですよね。だからまあ、光一さん、息子さんの方はね、ぜひとも、もう反論するか、もしくはもういろいろ文章でね、反論しないと多分もう言われますからね。世間の目からして、まあ、モラハラをしたんじゃないかって言ってましたけど、でもこれはね、多分、普通に信用されないんじゃないですかね。だって、貴乃花の方が多分信用されてますから。うん、だって今までね、離婚されたりとか、すぐ離婚しちゃったりしてね、まあ、チャラチャラしてるなっていうふうに、まあ、まあ僕は別にね、人の他人の人生のどうだっていいんですけども、まあでも、まあ靴職人をやりながらやってるっていう、まあ、だったらまあそれ極めてからやればいいのかなっていう思ったりもしますけどね。芸能人としてのね、まあ生活みたいな。まあ思いますけども、芸能人って本当難しいと思うんですよね。まあだからまあいろいろ問題も抱えてね、結局まあお父さんの世話になってるっていうのも事実じゃないですか。それもあるから、やっぱそれをまず清算すべきじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でそうすればまあ お父さんとの縁も切れるし、まあそれでお互い楽に暮らせんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。もしそれで、まあ、仲良くしたいんだったら仲良くすればいいと思いますけど、まあでもお互いね、こう無理にこうね、意地張ってしまってこうね、やるっていうのもね、お互い幸せじゃないと思うんで。まあ、距離を置くっていうのは一番だと思いますよ。仲悪くなったらね。それ一番ですよ。だってもう誰も仲介しようがありませんからね。うん。まあでもまあ、貴乃花も僕好きですけどね。なんか、こんな感じでね、こう出てますけど。いますけどね。まあ、いいな、いい、かっこいいなって思いますけど、まあね、うん。まあいろいろあると思うんでね。まあいろいろ、頑張ってほしいなというふうに思いますよね。はい。まあ、貴乃花さんはね、まあ、いろいろ、モラハラとかやったんだとか、書かれてしまってるんで、まあ、結局は、まあ、裁判して、まあ、決着するのがいいのかなっていうふうに、僕個人的には思いますけどね。まあ、貴乃花さん、も光一さんもね、いろいろ、チャラチャラしてるように見えてしまってるっていうのも、まあ、事実なのかなっていうふうに思うんでね。まあ、メディアってのはそういうもんではあるんですけども、まあ、反論するところは反論したりとか、きちんとね、法的に措置に出るとかね、そういうことをすればね、まあ、もしかしたらまあ、変わると思うんでね、まあ、そういうことをやったりとかしていけばいいのかなっていうふうに思うんですけどね、やましいことがなければね。まあ、僕はあんまり小石さんのことはそこまで好きではないですけども、まあ、フェアに言えばね、そうじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。ただまあ、もうちょっと筋を通した人生を送るといいのかなっていうふうに、まあ、なんか他人なんで、赤の他人なんで別に聞いてもらわなくてもいいですけど、そうじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですけどね。はい、まあ、それで終わろうかなというふうに思いますね。ただまあ、父親のことが憎いんであれば、まあ、父親とにももう面倒見てもらわないっていうか、もう、もっと自立して、もう、その世話にならないようにするとかね、そこまでやれば何も言われないと思うんでね、まあ、何も言われないようにするっていうのが一番大事かなと思うんですよね。なんで、うん、
やれることをやって、まあ自立すればね、何も言われないと思うんで、そこまでたどり着けば、まあ幸せになれるのかなというふうに思うんでね、まあ自由に生きられると思うんで、まあ別に僕はそれ以上のことは言いませんけども、まあとりあえず、まあ、まあ距離を置くなら距離を置くし、まあ、まあ距離を置くのが大事かなというふうに思いますよね。こういうの別にメディアにさらしちゃってね、言いませんね、まあその格好の餌になるだけですからねはい、まあメディアとしては大喜びですけど、まあ早く、まあ収束させるにした越したことないかなっていうふうに思うんだよね。どうなんでしょうか。まあ何が事実で何が嘘かっていうのは、まあ裁判所で一番はっきりすると思うんで、もう本当にダメだった裁判すればいいと思うんですけどね。今何やってるんですか。あの花田雄一さんってね、歌歌ったりとかしてるんですかね。いやもう本当に、まあいろんなことチャレンジするのはいいと思うんですけどもね、まあ何かに一つ集中するっていうのも大事なのかなというふうにも思いますね。はい、まあこれぐらいにしようと思います。まあなんかこのこうね、なんかドロドロの戦いをまあ見てるのも私も辛いような気もしますけど、もうまあ面白、まあ他人からすれば面白いんですけどねまあまあ見ててね、あんまり気持ちのいいもんではないんでね、早くまあ解決していただけるといいのかなというふうに思います。以上で終わります。